激しく極端な1年でした記録的な猛暑にカリフォルニア州とインドネシアでは大火災が発生激しい暴風雨は各地に洪水を引き起こしましたカリブ諸国から日本に至るまで前例のない豪雨に見舞われました アフリカでは厳しい干ばつで数百万人が飢えていますそして地球規模の気温上昇がすべての裏にあります理由の一部は人為的な温室効果ガスそして一部は太平洋の自然周期エルニーニョ現象だと科学者は言いますエルニーニョが起きると暖かい海水が熱を放出し世界の気象に影響しますイギリス気象庁のストット博士です気温が高い主な原因は人間による気候変動です さらにエルニーヌ現象もわずかですが影響していますでは平均気温が過去最高という記録の意味を見てみましょう気象庁のこのグラフは1850年以降の気温が長期的平均に対してどう変動したかを示しています上昇幅は徐々に増え去年の過去最高記録となりましたこの間に1度上昇したのです先月のパリの会議で合意した気温上昇の上限は2度でしたすでにその半分に届いているのです NASA ゴーダード宇宙飛行センターのシュミット博士です1度というと大したことはなさそうですが地球規模で考えると前回の氷河期は今よりたった5度低かっただけつまり1度は大きな数字なのです すでに北極や山の氷が海水面に影響していますし気温の変化に伴う熱波や降雨が見られます NASA によるこの図は昨年の気温が平均より高かった地域が赤とオレンジ色で示されていますイギリスを含む多くの地域が当てはまります昨年のイギリスは12月に過去最高の雨量を記録したと記憶されるでしょう北部を襲った洪水にはさまざまな原因がありますが科学者たちは暖かい大気は水分を多く含むのでより激しい暴風雨が発生すると警告していました また今年は世界の平均気温が再び過去最高になると予測されています誰もが実感するわけではありませんが科学者は温暖化の傾向を明らかだと述べています